ということで、今回はハワイに来てくださいちょっと今はラウンジに来ていて、ちょっとうちらは早く着いたから、はい、今回トーガさんもいるんですけどね、はい、はい、あのトーガさんちょっとまだ来てないということで、はい、私たちが先に着いたので、ちょっとラウンジを楽しみたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、取りに行きますか。はい、取りに行きますか。はい、すいません。かなあけちゃん海外育ちだよね。違う多く食いたいからって米も糖の分はありません。ごめんなさい。取っちゃいます。糖は今どの辺なの？わかんない。何分ぐらいなの？糖は足早いから大丈夫。足？そんな感じ。愛されてるって味。愛されてる。誰が？うんま。これちょっとさすがにね。さすがにご褒美だよね。マジご褒美。本当にごめんした。マジで、うん、えらハワイで絶対に弾けようと思って。うん、それはそう。ね、本当に頑張ったね。頑張った。マジ頑張りました。うん、なんか夕日を見ながらクルージングで、夕日を見ながらチルできるみたいなクルージングがある。え、ワイキキビーチをやりたくない？絶対でしょ。だよね。レイコはハワイ一回行けたことあって、うん、ガチでさ、地球じゃない？地球？なんか地球、まあ、日本で景色いいとこ行ったらさ、うん、あ、山だなみたいな、うん、山があるなとか、うん、海だなとか思って、うん、ガチ地球じゃん。うん、ごめん、わかんない。ごめん、ごめん、ごめんごめん、こっちこそごめん。このこっちのほら、概念できた。でも言いたいことはわかる。なんかその地図みたい、うん、みたいな、なんかいっぱいね、そう、あの山もあって、海もあってみたいなね。そうそう、ごめん、ごめん、大丈夫、大丈夫。めっちゃ気使ってんの、友達に。私こんなに時間余裕あんのよ。めちゃくちゃ汗かいてる。超お腹痛くなってる。事件があって、昨日の夜、明日は何時にターミナル2で集合でお願いしますっていう LINE を送らせていただいたんですけど、うん、実際のところターミナル1で、うん、もう私はもう一回今日車乗る前に見直して、うん、あ、ターミナル1かと思って、うん、ターミナル1でお願いしますって運転手にお願いして、うん、でもどっかでなんかターミナル2の記憶もすごいあったから、うん、どういうことだろうと思った。猫ちゃんにターミナル2って伝えてて、忘れててそれを。焦り。ちょっと待って、ターミナル1だったんだけどって LINE 来て、本当まずはごめんね。大丈夫、まずは大丈夫。まずは大丈夫。じゃあその後なんかあるじゃん。でもまずは大丈夫は一旦大丈夫けどじゃんそれ。でマジで、まずオンラインチェックインしとこうみたいな、うん、LINE をあやちゃんから受信して、うん、受信されてる。そう、あのうち本当1時間前に着いてたの、うん、なんか怖くて、うん、オンラインチェックインできないんだけど、うん、まず焦ってたもん、うん、それで焦ってたんだ。うん、ハワイの名前がね、うん、しかも広いじゃん、うん、チェックインのゾーンって一応こう全部こう、うん、見てないってなって、うん、案内員さんがいたから、すいません、案内員どこですか。あ、第一ターミナルマジで申し訳ない。とんでもないよね。バスがちょうどいたから、うん、あの乗り込んですよ。マジで会えたかった。今までで一番嬉しかったもん、会えた瞬間。あんなに仲間ちゃんに会いたいっていう言うんじゃないかってぐらい。だってみんなどうして帰るか。はい、こんな感じで飛び立っていきたいと思います。大変よ、大変よ。もう怖いって。やっぱテンション上げていかないと、ね、テンション上げていかないと。やっと来ました。やっとですよ皆さん。はい、ということで今からハワイに向かっていきたいと思います。行ってまーす。アロハー。アロハー。ということで着きました。着きました。ロコー。弱曇り。ロコーウザ。飛行機で途中だった君の丘の花の花みたいな。わかります。あの丘の、あの丘に咲く花のコロニアみたいな。最後まで見たのね。私飛行機の中で泣いちゃって。でも大号泣。泣いちゃって。女子高生が清掃のある時代にタイムスリップしちゃってみたいな。あ、待って。この間まで
になってたやつ。そう、超見たかった。あれやばいよね。あれやばくて、しかも全て最後に伏線回収してくる。そう、そうで、途中からだから感情移入できないなと思ったら、もう気づいたらずーっと食べてるの。だから、あいたちさ、その韓国で見たじゃん。そう、で、それからずっと気になってて、最後がこの飛行機結構楽しみにしてたの。そしたらマジで超いい話だったわ。でもなんかめっちゃ首凝ってんだけど、私今けどなんかに繋がってない。よかったけど。よかったけど、うん、よかったけど、どういうマジ寝れなかったし、寝れなくて、今はちょうど見た、うん、で、映画めっちゃ見てたから、感情いいんですよ。感情いいんですよ。寝れないんだ。ということで、車を借りていきたいと思います。はい、うん、朝からはい、ということで、レンタカー借りれました。イエーイ。ついに来ました。ロコロコうざい。ロコなんなん。ロコって何でしたっけ。ロコってなんかハワイで言わない。てか分かってないで使ってんすか。そうだよ。怖くないそれ。ワコスの変な意味だった。殺されたいじゃない。ロコやめて。怖いよ。ロコ意味って調べて。ロコは地元民って。あれ地元民。観光客でバレないようにしないと狙われちゃう。地元民。こんな地元民っていうやついねえよ地元で。ここ地元って言ってるもんで。ちゃんと見つけよう。なんかうちらの挨拶系の、うん、思いやり優しさは赤灰。赤い。優しいことされたな。赤い。協調性はろ過費。あ、ろ過費だ。ろ過費。みんなろ過費。みんなろ過費持ってこ。私ろ過費だから。嬉しい。夏迎えに来たよ。待たせ。もう待てなかったのよ。迎えに来たよ。迎えに来たよ。わあ、やばい。かわいい。かわいい。もう着くよ。え、どこまででも行けそうだもんね。もうなんかいやだってあやの運転してたもん。むしろ面白いもんね。確かに面白い。それはそう。どこまででも行けるよ。それはそう。人の運転だもん。運転手からしたら早く着いてほしい。緊張してんだから意外と。そうだよね。こう見えて怖えなマジで運転。もし何かあったら言って言うだけ言うわ。やばいかも一応ね。変われないそっか。そうだよ、共感はしてる。共感だけするんだ。運転。そうだよ。いらんな。もうちょっと頑張れる。気持ちだけ鼓舞する。見てください、アロハって。やばい、アロハ。キモい。コスタがね。部屋見てないんだよね。部屋見てない。サイヤさんしたら顔どうなってんの。事実。部屋楽しみだね。やばい部屋だって、マジで。ガチやばい部屋。今回私ホテルには関わってません。関わってません。関わってないので知りません。やばいよ。行こうよ。行こうよ。もう絨毯ふかふか、もうここでもうこれ本心だね。25、8。違う、あっちやばい、超楽しみ。前回とは違うザ・リッツ・カールトンに。リッツ・カールトン。前回はハレ、コマ。ハレ、コマ。リッツ・カールトン。いけ、ガチいけ、ガチいけ。キッチン、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 キッチン。ベランダもあるよ、ベランダも。え、バスタブ2個。え、もしかしてあっちにあった。ちょっと、待って。え、バルコニーやばい。やばいやばい。あ、離れ離れ系ね。離れ離れなれ系なんだった。そうだよ、だから。こっちは結構悲しいね、離れ離れ。離れ離れ悲しい。え、どっちがでかい。サイズは一緒、両方サイズはキング。待って、バルコニーだ。え、バルコニーやばい。バルコ、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 ちょっと一旦バルコでないと、ちょっと詰めなくて。やばーい。え、待って、え、繋がってる。ここでモーニングじゃない。モーニングすぎ。海青。海青。ロコー、ロコー。待って、あそこでバスケしたい。バスケモチベ。やばいやばいやばい。Bye-bye.
だろう、パパ。わかる、ブッス。てかさ、あのさ、飛行機でさ、液晶画面さ、暗くなってさ、わかる。映った自分めっちゃブスじゃん。わかる、めっちゃわかる。ねえ、テラハみたいじゃない？テラハ、テラハ、喜び方怖い。食べに行こう。メイクとかする？でもしちゃった方が楽だよね。そうだよねって感じでちょっと準備していきます。いきます。うん。完成いたしました。はい、可愛くなったということで今からベーグルを食べに行きたいと思います。声出すかしら、本当に野球部やって。ほー腹からね。間違えすぎ。よし、行くわよ。はい。それもない。待って。かわいすぎ。鏡に映る私。楽しそう、人生。楽しいよ。楽しみよ。うん。楽しむわよ。楽しむわよ。はい。Are you ready? イエーイ。じゃあ今日のファッションチェック。ごめんなさい、携帯忘れました。本当にごめんなさいして。本当にごめんなさい。よかったね。よかったね、ここに気づいて。ね。やってなかったので隣にあったラブスターを入れました。いただきます。きっと美味しいはず。ちょっと食べたい。うまい。プリプリ。著作権がやばいので切ります。はい、やばいです。やばいです。マラサダを買いました。はい。これマジやばいよ。なんか見た目あれだね。なんか普通に揚げパンです。揚げパンじゃん。って思うじゃん。そうそう、以上。うまいんだろうな。いただきます。いただきます。取るよ。せーの。じゃーん。うまーい。うまっ。やばい。あったかい。ガチうまいよね、ここ。日本にもさ、マラサダ専門店欲しくない？欲しい。ふふふ。ワイキキのやつだよね。お母さんがさ、ハマっちゃったみたいなね。その量。あれ流してあれあれあのフフフのやつあのフフフ流してあやちゃんちょっとフフフあのちょうだいフフフちゃんフフフ不足不足違う違うフフフ不足一旦流してみたけど無理だった。行くわよ。怖いんだよな、この駐車場が出るとき系が超怖いんだよ。こっちからあんじゃねんだよ。あんじゃねん。しかもこれ怖いのがナチュラルに言ってるから、こいつ怖っ。怖いっしょ、うん、染みついてんだ体に。うん。誰感じ。全然するけど本当に怖いだよね。たった今何やってって。たった今何が怖いのか。うまい、うまい。あ、まずはおはようございます。あ、おはようございます。今何が起こってるかっていうと、あの後ホテルに帰ったんですね。でまあみんなで語ってたら、まあうとうとしてて、うん、でまあ各自みんなこうソファーとかで、まあ、寝てたよって感じで、まあ3時ぐらいですか、寝た。そうです。昼寝程度みたいな感じで、夜ご飯前に起きようねみたいな。そう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 、18時前ぐらいに起きようねみたいな感じでしたよね、うん、なんと起きたら10時半。え？7時間睡眠とってんですけど。悔しい。え？しっかり成長期。ここってハワイで大丈夫だよね。普通に日本よりも寝てる。うん、わかる。うん、で10時半でふとこう起きて、で寝るみたいなのありました。あった。あった。めちゃめちゃあった。でも時間を見るなんて脳にはなってなかった。ああ、もう寝てたんです。うん、だって起きたらと同じがここにあったの。しかもね、臭くはないのね。うん、臭くはないんだけど、わかる。皮膚の匂いが。そう、人の匂いです。人の皮膚の匂いなの。お母さんの膝の上で寝てる時の匂いがすごいして、なんか本当にぬくもり。そう、どういうこと。あったかくて、だからちょっと安心していっぱい寝たんじゃない。なんかそうかも。っていうで、猫ちゃんはベッドの方にもう、そうだって、見てこの人装備弱すぎでしょ。これはかわいそう。これはかわいそう。これはかわいそう。だって最初これね、こうだったから。それは戦えないわ。かわいそすぎ。こういう時で本当にタオって、ね、一番いいとこ飛んだ。早も足伸ばせなかったから、これタオってそういうとこあるよ。そういいやつなんだけどね、いいやつなんだけど、こういうとこあるんだよ。パッて起きんじゃん、もうタオはもうしかも全部無意識。マジ
無意識に運いいやつ。そう無意識に運いいやつ持ってくやつっていうことがあって、ハワイって結構閉まるの全部早くて、もう外は何も見えないよっていう感じで。マジでさ、すごいね。本当になんか営業終了って感じ。こんなことってあんの？うちらの旅行でもないよね。7時間寝ちゃったわ。いやすごいよ。で起きて早々、なんか渋谷リサーチの YouTuber 好きな人ランキングをめっちゃ小声でやるっていう。ちょっとカメラ外でやってたんで、1位と4位だけ出たんですね、うん、1位が4人のチャンネル、まあ4位がこのリリ、うん、あと2位と3位と5位が出てません、うん、2位はヘイフラでしょ。あ、2位ヘイフラ、うんうんうん、3位でね。あと3位と5位知ってる？100友達？友達。あ、もう簡単に考えようよっていう。ランキングに入るのは初めての可能性がある。あんま見たことない。え、メンズですか？ウィメンズですか？どちらもいます。仲間兄弟？正解。おお、入ってない結構。いや入ってるよ。いや、仲間あやチャンネルは入ってる。あー、そういうやつ。でも5位以内に仲間兄弟が入るのは初。嘘。そう。へえ。そしてラストは5位。友達ですか？はい。みんな友達？みんな友達。むしろチーム友達って感じ。ええ、結構絆もある。絆もある。じゃあ男女教えてあげようか。男です。え、ジュキ？正解。意外。意外じゃない、うん、じゃあ次、好きなモデルインフルエンサーランキング。わかんないよ。いやでもこれ1、2、3、4位まであって、4位2人いるんだけど、わかる絶対。さくらちゃん。正解。まず4位。全員友達？1、2、3位は友達。 YouTube もやられてる方いらっしゃいますか？中間ちゃんです。正解。あ、第2位。第2位。おお、なごみちゃん。なごみちゃん正解。おお、1位。おお、なごみちゃん。で、何が出てない？4位の。あと3位と4位のもう一人。ちなみに男の子。あ、そうだよねっていう。キミオくん。正解。おお。で、第4位のもう一人はハウスダストちゃん。ああ、渋谷そんなことなってんだ。渋谷界隈。じゃあ一番好きな俳優第1位誰だと思う？高橋文也。正解。ああ、じゃあ女優は誰だと思う？1位橋本環奈。正解。おお。じゃあ2位は誰だと思う？永野芽郁。正解。ああ、じゃあ俳優の2位誰だと思う？俳優の2位旬な感じですか？王道。あ、王道なんだ、うん、ずっとって感じ。吉沢亮。正解。おお、すごいね、ずっといるね。すごいよ吉沢亮って。3位誰だと思う？これも王道。3位2人いる。ちなみに世界関係。世界関係。うん、須田まさきさん。正解。おお。一方ハワイではあ、11時になっちゃった。え、どうする？なんかさ、コンビニとか安定とかあるかな。何かしら買い出しに行こうよ。わ、グミ行こうとしてる。これしといたな、ポンプ。マジでしょ、これ凍りすぎ。もう切って言ってなかった。歯折れんじゃないの。大丈夫それ？なんで凍らったんだよ。もうちょっと固く欲しかった。うん、でも口飲んだで。うまい。うん、パーン。はいはい、ごめんなさい、ドステップ。ワン、ツー、スリー、フォー、ごめんなさい。ちょっとフィールド行こう、フィールド行こう。フィールド、フィールドって何？ちょっとここちょっとテーブルとかって、ちょっとじゃあ、言って。ゴッ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 ゴ
って。で、このハワイであれできるようになろうから調べて。確かに本気で練習して。1週間あるから。これでレッスン。レッスン夜なんかレッスンだけど。どうやってやってんだあれ。あれマジでむずい。一番できてないの。マリアちゃんとできるじゃん、ダンス部じゃない。ダンス部。すごいもうキレキレなもん。なんかパイセン。ID デラックスね。見た目にとらわれない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 。あるある、あるスーパースターよ、残るもんね、頭に、うん、見た目にとらわれない、見た目にとらわれない。何それ何それ何役、何役なの。しかもちょうどサイズだからいいじゃん。確かに、え、しかも髪色もちょっと私ダーボ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 だ。明日何すんの。明日はクロムとか行こう、うん、買い物して朝アサイ食べて、アサイ行こう。だからレッスンの時間も入れないとね。しなこダンスのレッスン時間、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 しなこしなこ。でもあれ、あの勇気すごい、床にこうやって座るんです。あれすごい、すごくない、あの衣装でね。何3時なんだよ。そうだよ、そうだよ。え、風呂誰も入ってないよね。そうだよ。帰ろう、帰ろう。じゃあご飯食べに行ったの12時ぐらいで。やば、そっか、誰なして、うん、うん。え、じゃあこれ終わったらすぐ風呂。うん、まあ話し合おう、うん、話し合えよ、話し合おう、一旦そこにさって話し合おう。そうだ、そうだ、そうだ、一旦話し合って別に、うん、だ寝たし7時間も、うん、そう、自由、別にどうしようか、うん、まあ、風呂入ろう、そうだよ、寝ようか、そうだよ。じゃあ終わろっか、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日もよろしくお願いします。お願いします。またお願いします。お願いします。失礼しました。失礼します。よろしくお願いします。あのさ、裏のさ、地下アイドルとかってこんな感じじゃないんだ。おはようございます。うん、本当にすごいわ。私なんかにも言ってくれるの、うん、すごい、大事だわ、大事、うん、挨拶、腹から声出してセラムちゃんとそうしよう、そうしよう、うん、だからチェックすんだよ、見て。その話し合い別にレッスンじゃないから話し合いチェックやめて。バイバーイ、バイバーイ。 We going up